どうも、文禄です。今日はね、ちょっと面白いお話をしたいなと思って、うん、いつもとは趣向を変えた感じの動画の内容になっています。えっ、ー、とね、今日お話しするのは、僕がね、万年筆業界からね、どうしても排除したい言葉があるんですよ。この業界からも消えてほしい言葉、うん、その言葉についてのお話なんですよね。うん ね。まあ、ある意味過激な内容ですよね、うん。僕自身はね、その言葉を放逐したいわけですからね。この業界から消えてほしいと思っている。うん、もう万年筆用語としてのこの一覧から消えてほしい。まあそれぐらいに思ってる用語があるんですよね。うん、その用語についてのお話です、うん。この用語ってね、すっごい使われてる用語なんですよ。万年筆愛好家の間ではむっちゃくちゃ使われてる用語なんですよ。でもね、 僕はね全然使ってないこ,これまで動画たくさん撮ってきましたけど今まで一度も使ったことのない用語、うん、だ使ったところでね分かんないからだから使,使ってないんですよねうん、あのー、でもまあ万年筆好きな人の間ではごく普通に使われてる用語なんでうんでもう僕はこれからも使う気がないそういう用語なんですよ一体その用語って何だよっていうところですけどうんえっ、ー、とね バランス型、ベスト型という言葉です。何でしょうね、それ。今ね、バランス型、ベスト型って聞いて、多分ね、ほとんどの人が、はてな幕だったと思うんですよ。えって思ったと思うんですよね。なんだそれって。それぐらいね、わかりにくい言葉なんですよ。バランス型、ベスト型。聞いたことありますかね。うん。まあ僕はね、まあ見よう見まねでね、 文房具というジャンルで YouTube を始めたんですけど、まあ、YouTube 始める前まではね文房具そんなに分かんなかったから僕もこの言葉を知ったのはチャンネルを開設してから1年以上経った後なんですよ。うん。でも、まあ、ある時ねそのまあ別の方の動画でバランス型ベスト型っていうのを説明してる方がいたんですよね。それを見て初めて知ったんですよ僕は。へえー、そういう呼び方があるんだと思って。 知ったんですけどその後ねちゃんとその言葉を覚えてからはね結構ねいろんなところで使われてるんですよねうんでなんかネットショップとかでも普通に使われてる言葉なんですよバランス型ベスト型ってうん何なんでしょうねバランス型ベスト型ってまあもちろん万年筆に関わる言葉なんですよえっとねバランス型っていうのはこういうやつ こういう形のやつを総称してバランス型って言うんですよね。総じてバランス型って言うんですよ。で、こういう形のやつ、こういうのをベスト型って言うんですよね。うん。で、これはもう万年最高化の間では常識的に使われてるんですよ。うん。でもあまりにも分かりにくい。なんだそれって感じだよね。なんでバランス型なんでベスト型っていうのかっていうね。あまりにも分かりにくい。うん。 だから僕は今まで使ったことない。これからも使う気は一切ないっていう、そういう言葉なんですよ。むしろも消えてほしいと思ってる言葉の、もう第一号っていうね。そういう、それぐらいに思ってる言葉なんですよ。で,でももちろんね、皆さん、愛好家の間では普通に使われてる言葉なんで、その人たちを否定するつもりはないんですけど、うん、その人たちが喋ってる言葉はわかる。うん、でも僕からは絶対言わないっていう、そういう言葉です。で、まあ、こういう形っていうのは、こういう丸みを帯びた、ここはね、 両端が丸みをこんな丸みを帯びたやつですねこれをバランス型と言ってこういうねこうフラットなやつねこれをベスト型って言うんですよでその名前の由来調べたんですよでベストっていうのはあの直機ですね直機のベスト直機のベストのポケットにまあちょうどねこれ入れやすいっていうねこの 直径のポケットにちょうどこれ入れるとかっこいいよっていう、あのこ,ここにね、ポケットに入れるとかっこいいじゃんこの。ちょうどポケットに入りやすい形をしているということで、ベスト型っていうふうに言われてるんですよね、うん。という、まあでも本当になんでそういうふうに呼ぶのかどうか事実は知らない。どっかのブログに書いてあったのを引用していってるだけなんで、そのブログが正しいかどうかもわかんない。でもそ,そのブログにはそう書いてあったんで、今そのブログの通りに言ってるだけですけどね。 うん、なんかそのし、ねあのー、由来に信憑性がないのも使いたくない理由の一つなんですけどね。うん、でバランス型のね名前の由来なんですけど、うんまあ、1920年に遡るんですよ。で1920年にシェーファーっていうブランドがあってそのシェーファーがバランスっていう万年筆を出したらしいんですよね。うん、まあ見たことないんで分かんないんですけどそのバランスっていうやつの形がこういう。 丸み両端が丸みを帯びた形だったということでうんということでそのバランスにの形なんだよっていうことでバランス型っていうふうに言うようになったというふうにどっかのブログに書いてありましたねうん本当まあそれも事実は事実かどうかは分かんないですけどうんというふうに書いてありましたでねなんかそれね名前として名前の由来としてね,ねむっちゃくちゃ弱くないですかなんかね 名前の由来として、それ、ええー、な,なんか、固有名詞だし、えー、それだったらシェーファー型でよくねとか思ったりするし、なんかあの、ねえ、だってボールペンの会心とかパーカータイプとか言うじゃないですか。あんな感じでね、シェーファー型みたいな方いった方がよっぽど潔い気はしますけどね。うん。まあとにかくその、由来として非常に良くない。うん。 なんか由来が弱いんですよね。うん。なんかもっとね由来としてねカッコたる由来があったらいいのにシェーファーのバランスの形に似てるからっていう理由でバランス型になったってねなんかしょぼい感じがするんですよね。そこも使いたくない理由の一つ。うん。だえっ、ー、とねまあ僕はねそういうバランス型 ベスト型なんて言わないんですけどあの、まあ、よく言われるのはこうね、あね丸型ね丸型ラウンド型とか言ったりこっちは平らフラット型とか言ったりしますよねあと、まあ、他の言い方としては、えー、シガー型葉巻型ねうんあとは、えー、トーピード型っていうんですけどあの魚雷魚雷ですね魚雷型 トーピーピド型、うん、とか言ったりします、ね、えー、で他にこれはねシリンダ型、まあ、円柱ですね円柱型ねとか言ったりしますよねあのー、今言ったやつってイメージできるでしょうんあのラウンド型ああラウンド型とフラット型ねうんなるほどねってもう一発でイメージできるでしょ伝わるでしょでもベスト型バランス型っつったら絶対伝わんないですよねどっちだよって感じですよね いま、うん、だに僕どっちがどっちか分かんなくなっちゃいますもん。ベスト型ってフラットの方だっけってね一瞬考えるんですよ。だから思い出すために直径のポケットにこれ入れる様子を想像しないとどっちがどっちかねパッと思い出せない。それぐらいイメージしづらいんですよ。で例えばシガー型とかね。あシガー型ね。うん、なるほど。つってすぐパッとイメージできるじゃないですか。 シリンダ型。あ、円柱ね。あ、円柱型ね。あーあー、イメージできる、イメージできるって。すごいイメージしやすいじゃないですか。魚雷とかシガーとかね。あと、シリンダー、円柱ね。うこういうのってね、あのー、このペンの説明するときに、他で絶対使うことのない単語なんですよ。だからもう、魚雷型って言ったらもう、すぐにこの形を指してるっていうのがわかるんですよ。でもね、このバランス型かなって言ったら、 このバランスって言葉ねいろんなペンの説明で使うんですよこのペンはデザインがバランスがいいとかね、うん、別の意味で使うことがある言葉なんですよその他の意味でも使える言葉を形で言うのってねあのそれ説明する時にちょっと相手に混乱を招くものなんですよね、うん、これあのベスト型もね 商品ラインナップの中でも最高峰のものなんだよっていうね。そういう意味のベストと勘違いされる。うん。ベストって、あの、直帰のベストじゃなくて、ベスト10のベストとね。あれと意味を混同しがちになっちゃう。うん。ということで、その、相手に誤解を招きかねない単語でもあるんですよね。うん。そこも使いたくない理由の一つでもあるんですよ。 だからね、僕はねこの「バランス型ベスト型」っていう言葉をね永久追放したいと思ってるぐらいなんですよね。うん。いていうとなんかそのこの単語を好んで使ってる人を敵に回してるような言い方ですけどいやそ,その、えー、そのえっとそのいう人たちを、えー、批判してるわけじゃないですよ。そういう人たちはねあのもちろん好きで使ってるんですけど。あの 愛好家たちを責めてるわけけじゃないんですけど、うん、ただね、ちょっとね、この言葉で会話してるのを見ると、少しね、なんか僕は気取った感じを若干感じてしまう。うん、申し訳ないですけど。うん、な、なんか鼻につくというか、うん、なんかあんまり好きじゃないですね。うん。つて、まあ、それぐらい僕は毛嫌いしている言葉なんですよね、これは。うん。いや、本当使ってる方には申し訳ない言い方ですけど。えー いいや、ないでくださいね。で、僕はねメーカーの方で使ってるのかっていうのをね気になったんでちょっとメーカーのページを見てみたんですよそしたらねなんとねプラチナ万年筆のサイトで使われてましたねこれプラチナ万年筆の歩みっていうページがあるんですよそこのところの1920年のところを見るとベスト型とバランス型っていう言葉がもうすでに出てきてるんですよ でさっきねこれシェーファーの1920年のバランスが由来っていう風に言ったんでまあそれと符号するんですよね、うん、あ時期的に符号するんですよだから実際にね100年前はごく普通に商品名の中でバランス型ベスト型っていう言葉が使われていた時期が実際にあったのは間違いないんですよ、うん、とりあえずプラチナマンネスの商品ラインナップには そうししっかかりり書かれてありましたね商品名の中でバランス型ベスト型っていうのを使われてるっていうのはちょっと僕は意外でした。だってよ、だってバランスって他社の商品の名前ですよ。他社の商品の名前でバランス型って商品名につけてやるってね、結構ね、なんか思い切った感じはしますよね。で、まあ、パイロットとセーラーの ページも見たんですけどくまなく見ましたけどバランス型ベスト型という言葉は一切使われてなかったですねどこにもなかった、うん、プラチナはそこのあいみプラチナのあいみっていうヒストリーのページにだけ唯一発見することができましたで、あの実際にメーカーの方にもね、えー、問い合わせてみましたはい。えー、でプラチナに問い合わせたところ聞いたことがないとそんな言葉聞いたことがない うちの社内ではつ一切使ってませんとはっきり言われましたね。うん。まあでも実際そのサイト内には表記があったんでそのヒストリーのところにはねそこでは使われてるけどプラチナの社内ではその言う言葉は一切使ってないと。で商品説明にも一切使ってないというふうにプラチナは言ってました。でセーラーに聞きました。セーラーに聞いたらまあセーラーのね セーラーってね、いつも担当者ね、大体いい気,気さくな人が出てくれるんですけど、すごい気さくに答えてくれるんですけどね。まあそこ面白いですけどね、セーラーさんは。セーラーに聞いたところ、え、何それえ、知らない教えて教えてみたいな風にね。<laughs> なんかすごい興味津々に聞かれちゃって。え、それぐらいね、へえ、そうなんですか普れ勉強になりましたみたいなね。そういう風な感じで、セーラーは、 使ってないどころか知らない教えてくれっていうね <laughs>。うん、なんだそれはっていう感じでしたね。うん。なんで、セーラーではその社内ではそういう言葉は一切使っていないっていう回答でしたね。まあ商品のデータベースにもそういう言葉は一切使ってないっていうことで。もうね、もうセーラーもプラチナもね、社内で使ってない言葉をね、もうそういう言葉ですから、もうね、これほんと放逐しちゃっていい言葉と思うんですよね。もう こんな言葉ね、捨てちゃっていい。もう本当に使わなくていいと思う、これから。うん。それぐらいに僕は思ってるんですよ。うん。ちょっと繰り返ししつこいですけど。うん。じゃあ、パイロットはどうよっていうところですよね。うん。で、パイロットにももちろん問い合わせました。うん。そしたらね、なんと驚くべき回答が返ってきたんですよ。うん。パイロットではね、社内でごく普通に使っていると。びっくりですよね。 その日一番ししましたねえー、って思いましたよ。使ってんのこの言葉って。なんか当たり前にその商品仕様としてバランス型とベスト型で分けてるんですって。でデータベース上にもバランス型ベスト型っていうふうに説明を記載しているということでした。ただしまあその説明は口頭ベースでしか使わないようなものなんですって。だからその 実際の商品説明ではあえてその言葉を出すまでもないということで、まあ、公式な一般人向けに説明する説明仕様の中では一切使っていないでも社内では仕様の把握の時にベスト型バランス型っていう言葉を使っているでこのベスト型バランス型っていうのは非常に一般的な用語であるっていうのが パイロットの回答でしたということでびっくりパイロットは使っていたとこの言葉をシェーファーの商品固有名詞バランス型っていうのをもう堂々と社内で口頭ベースで使っていたということでねびっくりいやーちょっとね悔しかったですねえっ、ー、メーカーが使ってるんだったらねもうそれもう メーカーがそこまで言うんだったらねちょっと放築できないなーなんてねはあなんか僕のね期待する回答じゃないね答えが返ってきてねちょっとね意外でしたねうんということでね、うん、そういうお話なんですよ今日はいや興味深かったですかうんまあとりあえず今日ね、えー、僕はもう今後バランス型ベスト型 いいう言葉は絶対使わななつもりなんで、うん、そんな紛らわしい伝わりにくい言葉はね相手に混乱を招くだけだと思ってるから僕は使わない、うん、だから今日限り今日これが最初で最後バランス型ベスト型っていうのを教えておきます。うん、なんであの万年筆好きな人ね、まあ、今日初めてその言葉知ったっていう人結構多いと思うんですけど うん、こういう形をバランス型、こういう形をベース型っていうことは、まあちょっと頭の片隅に置いておいた方がいいかなと。それ、まあ知識としてね、ちょっとした知識として覚えておいてもいいかもしんない。っていうことは言っておきますけど、うん。えっ、ー、と、まあ今日はそういう動画でしたと。はい。というわけでね、今日の動画は以上になります。うん、これからも、文録チャンネルでは万年筆のこととかね、いろいろこういう知識の話もしていくと思うんで、 よかったらチャンネル登録お願いします。はい、ではまた。